長沢路説は画業の前半戦に島根県の西光寺っていうお寺のふすまに2匹の竜の絵を描きましたでこれ長沢路説が島根県に訪れたっていう記録は今のところ確認されてないので、まあ、もしかしたら京都であのリモートで描いた可能性っていうのも考えられますでこちらの2匹の竜なんですけども全然似てなくないですか 上の竜はね、なんかめっちゃ男前で、ね、こう、雲を爪で切り裂くっていうような感じで、躍動感溢れる描写に対して、下の竜は躍動感あんまりないですね。顔もちょっとなんかおとぼけな感じで、ね、ほげーっていうような感じなんで、まあ可愛らしいっちゃ可愛らしいんですけども、こんな風にね、同じ画題でもここまで違うように描くことができるのかっていうふ、ね、な、触れ幅をすでに画業の前半戦で持ち合わせていたっていうところに、まあ非常に露雪の器用さっていうのを感じることができると思います。